どうもこんにちは、タックの兄さんでございます。はい、桜だよ。ここは岩間の滝入り不動産、わかんない読み方、いい道があるね。どこかな、雨降ってんだよ。いやー豪快豪快だね、はい、ちょっと時間がね余ったんで来ました。滝入り不動尊の由来、はい、愛宕さんなんだね。ということは、あの廃道みたいな道ずっと行くと、あの愛宕神社の方行くのかな。はい、不動尊。豪快。これ何、雨降ってから豪快っていうことかな。すごいよね、豪快だよね。いや、なんでここ来たのかな。まあ長靴履いてるからいっかと思って、長靴持ってきたからいっかということで来たんですけど、桜咲いてるかなと思ったんだよね。お堂って言ったら桜でしょ。じゃあ、お、不動尊だね。線香をあげるんだ。線香あったかな、車の中でも湿気ちゃってるような昔のだし。はい、おお。中はこんなか、あれ？ちょっと一回止めます。はい。お賽銭今あげてお参りしました。お参りっていうのかな。こんな感じです、中。あ、不動尊の看板がありますね。こんな感じですね。元来こういうお堂ってさ、あれなんでしょう、旅人、お、なんか剣がいっぱいある。剣、ほら剣、大丈夫だ、大丈夫。剣、あ、なんかちょっと写真っぽいのもあるね。元来こういうお堂って、あれですよね、宿泊施設っていうか旅人のあれでしたよ。鏡がありますよ。よいしょ。鏡やったらなんか変なの映るとか。あ、ほら剣がか、なんか刀系が多いんだね。魔除けの風鈴、ちょっと鳴らしていい？はい、魔除け
なんか映ってる。はい、ガラケーです。先入り不動尊はなんか結構立派っすね。うん、古い写真もあるし、ちょっとまあ作りはちょっとね腐り始めちゃってますけど、まあ、管理されてる感じがしますよね。こういう、これなんだろうね、この刀ね。なんか懐かしい、西茨城郡って書いてあるし、懐かしい。西茨城郡南川俣村、聞いたことない。何それ、どこにあんのそれ。これ川目か。南川根村か。あ、北川根村があったから、昔。ということは南川根村っていうのもあったんだ。うんうん、なるほどね。自分で一人で納得しちゃったけど、この道ちょっと行ってみようかな。雨降ってから危ねえかな。まあ魔除けの鈴鳴らしたんで大丈夫でしょう。ぐるぐる回ってみますかね。古いんだろうね。時代は分からんすね。あちらは欠けてない？なんか首がもげてない？大丈夫？これ何？これが通常運転ですか？それとももげちゃったんですか？チリーン言ったよ、後ろ。なるほど。何が？これ綺麗だね、ここ。ほら、この、サムネにしようかね。鯉のぼり、最近かな？誰かが入れたのかな？じゃあ戻るか。集団集会噛まれる、なぜまだいるの
消えたのに西ならぎぐあわわ。じゃあこの道ちょっと行ってみようかなと思います。やばかったら帰ります。はい。そして結構ね段差あった。うわ、あ、吸ったよ今、吸った。